SM-81 ピピストレロ北アフリカで運用される SM-81 サボイア・マルケッティ SM-81 ピピストレロは第二次世界大戦時にイタリア空軍の爆撃及び輸送の2を受け持った3発揮。サボイア・マルケッティが開発し1935年から534機が生産された。ピピストレロはイタリア語でコウモリのことである。 SM-81 は、サボイア・マルケッティ SM-73 の軍用機型として、設計が進められ、国際情勢の帰局を迎えたため実用化が急がれた。動力であるエンジンは生産された時期によって異なり、アルファロメオ125や、ノームローヌ 14K、ピアジョピエックスなどが採用された。第二次エチオピア戦争でウイジンを飾り、スペイン内戦では、イタリア空軍のみならず、 フランコ率いるスペイン空軍の爆撃部隊の一角を担った。第二次世界大戦の開戦時には爆撃機としての能力は2 0 0 9であったが信頼性も高く最も融通の利く機材として1944年まで使用された。ありがとうございます。